美しきパースの娘は、フランスの作曲家ジョルジュ・ビゼーが1866年に作曲した全4幕のオペラコミックである。ウォルター・スコットの小説、ザ・フェア・メイド・オブ・パースをもとにジュール・アンリ・リベルノワード、サン・ジョルジュとジュール・アドニスが台本を作成した。1867年12月26日に、上演された。一般には、第2幕と第4幕で歌われる、アリア。 セレナードと、あとに、エルネスト・ギローによって、アルルの女の第二組曲に転用された、メヌエットしか知られていない。日本では、2008年7月12日に、新国立劇場中劇場において、東京オペラプロデュース合唱団、東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団他により、初めて全曲上演された。14世紀、内乱期のスコットランドのオートパースが舞台。 婚約を間近に控えたキャサリンとヘンリーが、些細なトラブルが元で互いに不定を働いたと、誤解してしまうという愛憎劇。二人の異世界は、領主やジプシーの女王らを巻き込んで一大事となってしまうが、最後は、誤解が解けて結ばれる。セレナードは NHK、みんなの歌において、石川明成編曲、運の幼児作詞により、小さな好みの名で1971年。 1983年、1995年に放送された。このため、日本において、美勢の作品としては、カルメンなどと共に広く知られるようになった。アルルの女第二組曲に転用されたメヌエットは、実は、大二幕のロスシー伯爵とキャサリンとの二重章の伴奏部分をギローが編曲したものである。このため、原曲とは大きく異なる。 ありがとうございます。